しかし、これを飲んだとして、私はのうのうと寝てしまってよいだろうか。救えなかった人々のことを思うと私は、寝ろや。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。オッケー、元気になったおじさん。この町を荒らしていた盗賊団をあなたが倒してくださったおかげで、この町にも少し希望が見えた気がします。って、あなたと一緒にいるのはどて頃一味じゃないですか。あのゴロツキどもを罰するだけでなく、改心させてしまうとは、あなたは一体何者なんだ。あれか、一徹はもうおらんくなっとったんやっけ。そういえばなんか、もう地元に帰るって言ったよね。ゴロツキを連れて行こうと思ったけど、なんか反応見えるかなーみたいな。これさ、ワープ的なものなんかあった？あったような気がするんだけども、どうなんでしょう。ルーラや、ルーラ。ルーラ医師がいるんやったっけ？ないぞ、そんなものは。ってことは歩いていけということや。うん。一応、ダーハラ出現やけど、ここのどこに行けばいいんですかね。マップ見よったら場所出てくる？なに、なんか上の方。あんな上の方でなんか気づかれることある？ほら、男たち。楽勝！イエーイ。みんなちゃんと戦闘にも参加してくれるんやね。どこに行けばいいんですかね。これマップアップにするとかできんの？撮影やった。あ、これか。もうちょいアップ。ズーム。いや、何もないな。ズームってそういう？実際に、実際に、ズームするだけなんすね。どこに行けばいいんやろ。ダーハラ出現来たよ。来たよ、来たよ。しかし、特に何のマークもなく、ダーハラ出現内になんか、人がおりそうなところとかあった？小屋みたいなんがあったんかな。それとも普通に抜けていいんかな。なあ、びっくりした、やめてや。あれかな。え、てかなんか私ぐるぐる回って戻ってきよらん、気のせいかな。ひえー、あ、みんななんか去っていった。清めの水。え、ここあれやないん、ちょっとよくわからない。すごくぐるぐる回っているような気がする。牛さん、牛さん、なんだか気分は雨模様。天気予報は大外れ。元気が出なくてミルクも出ないもん。天気予報外れちゃったんすか。あ、でもほら、気象予報士でも外すことあるけん大丈夫よ。ん、なんか人おるよ。それよりこっち。金の鉱石。どうした。私は旅の神父です。命の大樹が落ち、悩み苦しんでいる人々を各地で救う旅をしております。めっちゃ近い。しかし私一人の力では限界があり、最近では救えなかった人々の声が頭に響いて眠ることもできません。それは亡くなっていった人々ってこと？これでは人々を救う旅もままなりません。せめて少しでも眠ることができれば。幼い頃、眠れない夜に祖母が作ってくれたホットミルク。あれさえ飲めれば眠れそうなのですが。ただ、祖母のホットミルクを再現するには、喋る牛から出る特別なミルクが必要でして、めっちゃ語るやん、この人。もうなんか用意してこいや感がまんまん。めちゃくちゃ溢れとんやけど。喋る牛はこの近くにもいるのですが、あいにく世界崩壊の影響で元気をなくしており、今はミルクが出ないとのこと。そうだ、もしかすると旅芸人のあなたなら、牛を元気づけ、ミルクをもらえるかも。どうかやっていただけないでしょうか。はぁ、あ。私に向かせなさい。牛ちゃんを元気づけてミルクをもらってきてあげるわ。ありがとうございます、旅の方。その牛は少し西にいたところにいますので、どうかよろしくお願いします。西？こいつじゃなくて？それともこれが、あ、こっちが西なんか。マップを見ないと把握できていない。なんかマークついてなくてもああいう風なんあるんやね。
姉さん、あっしは故郷で牛を飼ってまして、元気がない時はダンスや歌で励ましてやるとたちまち元気になったもんでがす。マジで牛もそんな感じなん。こいつも元気がない牛でがすが、同じ牛ならもしかすると元気づけましょう。そういうことなら任せなさい。私たちのダンスで元気づけてあげるわ。さあみんな、最高のパフォーマンスで牛ちゃんをいっぱい元気づけてあげましょう。はい。シルビアと仲間たちは全力でパフォーマンスをした。いつパフォーマンスの練習する時間があったんやろ。さっき加わったばっかりな気がするけどね、この3人。なんだか元気が出てきたもん。この辺りに晴れが戻ってきそうだもん。止まない雨はないんだもん。マジで？天気。ありがとう、愉快な旅の人。これはお礼なんだもん。シルビアは雨の血ミルクを受け取った。雨の血ミルク？おお、これが眠れない神父さんの言っていた、喋る牛の特別なミルクですね。早速、あの神父さんに渡しに行きましょう。よし、ありがとね。牛ちゃん。絞りたてをそのままっていけるもんな。消毒とかさ。はい。もらってきたよ。これさ、まさしく求めていたミルク。ありがとうございます、旅の方。これでホットミルクを飲むことができます。しかし、これを飲んだとして、私はのうのうと寝てしまってよいのだろうか。救えなかった人々のことを思うと私は、寝ろや。はい、そこまでよ。あなたは頑張ったわ。自分を責めるのはそれぐらいにしなさい。他人を救うためにも、まずはもっと自分を大切にしていきなきゃダメよ。そうですね。今何かが分かった気がします。もしかすると私は、人々のためだけでなく、誰かを救えなかった負い目から逃れるために、自分を追い込んでいたのかもしれません。まあ、死んでしまった人たちはあれやけどね、ここまで気に病まれすぎても、なんか成仏できなさそう。私はそれを指摘されるのをずっと待っていたのかもしれません。本当にありがとうございます。礼には及ばないわ。ホットミルクを飲んでゆっくり寝なさいな。私たちがついているから安心しなさい。目覚めたらご覧のやろ。シルビアたちが見守る中、神父は穏やかな顔で眠りに落ちていった。お亡くなりになってないよね。そして夜が明けた。ちゃんと一晩中ついといてあげるんや、優しい。久々にぐっすりと眠れました。それで朝起きて、実は心に決めたことがあるんです。おー、こういう感じなんやね。あなたと一緒にいれば、今度こそ本当に悩める人々を救うことができる。そんな気がしてならないんです。え、楽しいこれ。どうかあなた方の旅に私も同行させてもらえませんか。オッケー。分かったわ、神父ちゃん。私もできることは手伝うから、悩める人々を一緒に救いましょう。ありがとうございます、旅の方。私も全力を尽くします。イエーイ。仲間を増やしていくの楽しいね。もしや、こうやって、アリスちゃんしかおらんかった。おー、出てきた。おー、すごい。こうやって増えてくんやね。いいね。見た目にも増えていくの。よきよき。なんか昔しよったさ、何やったっけ。え、こっち来た方向やね。ドラクエ、何部やったっけ、忘れた。キーファが出てくるやつ。あれでさ、なんか新しい街を作るので、どんどん、なんか移住したい人をさ、世界中から集めて、生きよった。あの感覚に、私的に似とる気がするんやけど。あれめっちゃ好きやったんよね。どんどん世界各地でさ、人を集めて、街を発展させていくやつ。こっちでいいよね。サマリー。合っとるっけ、名前。ルーラが使えるようになり、ルーラはあれか、勇者しか使えないのか、もしかして。看板があるよ。キャンプ地、ダーハラ湿原。キャンプ地どれ？こっちか。馬には乗れるんかな？シルビアは馬指の鐘を鳴らそうとした。しかし、シルビアは鐘をうまく鳴らせなかった。不器用か。勇者じゃないと鳴らせんって。どういうことやねん。そんな金ある。おいし、とりあえず冷え、気持ちの悪いやつらめ。蛇みたいな。
いやいやね、なんか絵が綺麗なんとかはいいんやけどさ、あれじゃない、あの芋虫系のモンスターとかもより一層気持ち悪さが増しとんやないん。やだわ。かわいいモンスターとかっこいいモンスターだけにしてくれんかな。気持ち悪いモンスターって何、需要あるん？あるんかもしれんけど。あ、洞窟を抜けていく感じ？いや、道か、ただの。サマディ地方来たぜ。で、サマディ地方を通ったハラ湿原への道？あ、違う。あっちに行ったらってことか。ここにも落ち込んでいる方々が。姉さん、サマディ地方につい、違うんで、アリスちゃんに話しかけたんじゃないんやけどね。サマディ地方についてるガスね。この辺りにも元気をなくした人がいるかもしれないでガスよ。でもなんか普通にこう、ね、くるって振り向いて仲間と会話できるのは面白いな。砂漠は暑くて大変でガスが、一丁元気を出して進みましょう。しかも場所によって内容変わるってことやろこれ。頑張りやしょうぜ、シルビア姉さん。これはこれは旅の方。旧悪の者がしむく中を、よくぞここまでたどり着いたな。この砂漠の先にあるサマディ王国で、ゆっくりと休むといい。あと少し気をつけて進むのだぞ。ありがとうございます。うい、なんか勝手に話しかけてきた。あなたはもしかして旅芸人にシルビアさんじゃないですか？ええ、そうだけれど、あなたは？うわー、お会いできて光栄っす。おいらサマディのサーカスに入ったばっかりの新米団員なんすよ。あ、そっか、初めましてはサマディやったんやっけ。シルビアサーカスにおったよね。この前のシルビアさんのステージを見た後、あなたみたいになりたいと思ってサーカスに入団したんす。そしたらシルビアはもういないと。悲しい。あら嬉しいわ、ありがとう。でもサーカスの団員さんがこんなところでどうしたの？実はこのご時世で、オイラたちのサーカス団は今度の公演を最後に休業するんす。せめて最後の公演くらいド派手に行こうって、サーカスの団長が生かした計画を立ったものの、肝心の出演者が足りてなくって。お、これは。サーカスそのままも、そのものを取り込めるんじゃない？このままじゃ公演を開くこともできねえ。だからオイラは公演に出てくれる助っ人をはるばる探しに来たんす。でも全然見つからなくって、途方に暮れていたところに、シルビアさん、あなたが来てくれた。失礼を承知でお願いしたいっす。サーカスを盛り上げる助っ人として、オイラたちに協力してくれないっすか？全然。もう、そうやってね、これからやっていくつもりやけんね。うわぁ、ありがとうございます。シルビアさんが力を貸してくれるなら、最後の公演は大成功間違いなしっす。それで早速なんですが、サーカスに出てもらう以外にも、シルビアさんにお願いがあるんす。団長の計画通りに公演を盛り上げるため、人を元気にできそうな男の人を、あと二人サーカスにスカウトしてほしいんす。え、ここのメンバー連れて行けばよくない？もうこの辺りにはそれらしい人はいないし、たくさん人がいるサマリージョーク町で探してみるといいと思うっす。自分でやれよ。オイラが誘った時は断られちまったけど、そういうことね。スーパースターのシルビアさんの誘いなら、町の人もきっと乗ってくれるはずっすよ。それじゃオイラは一足先に、サマディジョーク町の東側にあるサーカステントに戻って準備をしてるっす。でもな、スーパースターにさ、なんか、この公演協力してほしいみたいな言われたらプレッシャー半端なくない？絶対出たくないんやけど。もし誰を誘うかに迷ったら、オイラに声をかけてくださいね。心当たりを教えるっすよ。お、いなくなった。もう行ったんすね。旅人さん、サマディジョーク町に行くなら、この砂漠を東に進むといい。大きなオアシスに囲まれた町だから、見たらすぐにわかりますよ。それじゃあ道中お気をつけて。了解です、ありがとう。東へ東へ。とりあえずここまっすぐ行けばいい感じかな。あ、ここになんか赤いマーク。あれは別の関所か。これが看板かな。バクラバ砂丘。え？あれか？え、違うか？サマディ王国。あ、なるほど。さっきのところはバクラバ砂丘への関所。やっぱ関所よね。ひえー、みんな目がめちゃくちゃ赤く光ってるよ。恐ろしい。この世界では全員なんやっけ？お、なんか詩人おるぞ、詩人。これも困っている人なのでは。私は各地を旅する吟遊詩人です。
このような時だからこそ私の自慢の歌で人々を勇気づけたかったのですが、先ほど奇妙なリズムを刻む者たちに囲まれ強引に歌わされた挙句、散々酷評されてすっかり心が折れてしまいました。魔物たちに酷評された、マジでやだな。その魔物たちにはサマディ地方の南の方で襲われました。私はもう国王に帰りますが、あなた方も気をつけた方がいいですよ。なるほど、特に何というわけでも、まあなんか落ち込んではおったけどあのモンスターかっこいいね、なんかふっさふさや。もうこの世界ではみんなが目が赤いわけではないんよね。一部赤いのがおるってことか。多分赤いやつは通常のモンスターよりも強いってことやろ。ほらあの辺も赤そう。ひえー。まあでも私カンストしてるんですけどね。って自分の手柄のように言う。あれよね。サマディ、サマディ。ふう、ここまでやってきたよ。ここで合流したんやったっけ？いや、違う。ホムラや、ホムラ。そうよ。この後まだホムラに行くんやって。よし。そうよね。ホムラの里へ多分踊り狂いよった気がするんよね。こいつとかどう？なんかすごい落ち込んだ。え、サーカスの助っ人にならないかって？すまないが他を当たってくれよ。大地が落ちて明日は生きていられるかもわからないような不安の世の中なんだ。そんなのんきなことしていられないよ。なるほど、のんきそうな若者を捕まえればいいってことかな。失礼やけど。なんかな、どいつやろ。あ、こいつはのんきそう。昨晩によく当たる占い師が来たって聞いて仕事をサボって見に来たんだけど、ずっとジャグリングをしてるんだよな。あの人本当に占い師かよ。俺たちと同業者に見えるんだけど。あ、もしや、もともとサーカスの人か。ってことは？こいつだな、もう見るからにやん。どうも。おや、あんた人を探してるのかい？なぜわかったのかって？ふふふ。何を隠そう、俺は占い師ならさ。この三色の玉に念を込めれば、玉の動きで嘘物探しから恋愛相談まで何だってわかっちまうんだね。今は胎児が落ちて苦しんでいる人たちの悩みを解決できると思って。この辺りの街を訪ねて回ってるんだ。この人はなかなか見込みがありそうだ。サーカスの助っ人に誘いますか？誘いましょう。シルビアは玉使いの占い師をサーカスの助っ人に誘った。え？俺をサーカスの助っ人に？人を楽しませるってのも悪くはないが、あいにく俺にも占い師としての務めがある。そうだな。だったらこの玉で決めよう。今から俺はこの赤、青、黄の玉の一つに魂を込めて強く頭に思い浮かべる。あんた俺が思い浮かべている玉の色をズバリ言い合ってみてくれ。うんなんこれ。見事玉の色を言い当てられたら、あんたを助ける運命だったってことだ。喜んでサーカスの助っ人になるぜ。それじゃあ準備はいいかい？俺の思い浮かべた魂の玉、その色をズバッと当ててみな。玉よ、玉よ、玉様よ。受け取り玉へこの思い。赤く燃える炎のようなこの思い。はぁ、あ。赤やな。よし、これで準備は完璧だ。赤、青、黄、三色の玉の中から、俺が思い浮かべている玉を選んでくれ。赤色の玉で。赤い玉。あんたの答えは本当にそれでいいんだな。おお。どれを言っても、じゃない？違うんかな？大正解。あんたの勝ちだ。俺が思い浮かべたのは赤く燃える情熱の赤。バッチリ、俺の魂を見抜いてくれたな。あんたんなら、俺の魂も玉も預けられる。サーカスの助っ人とやらも喜んで引き受けさせてもらうぜ。玉使いの占い師がサーカスの助っ人を引き受けてくれた。こんな感じで見つかっていくんやね。了解了解。この店にいて占い師はすごかったのよ。何にも言ってないのに私の仕事が踊り子だって言い合ったの。まあ、パッと見てわかる気がするけどな。こんな世の中で今の仕事を続けていいのか占ってもらおうと思ったのに、一体どこ行っちゃったのかしら。え、今私の後ろにいない？あ、街の中に入ったらアリスちゃんしかおらん。なるほどね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。